私、日本仮想化技術の宮原の方から、今更聞けない人のためのデブオプス超入門ということで、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず最初に自己紹介、宮原と申します。ですねえー、こんな感じの経歴でやっております。 でこのセッションを担当している日本仮想化技術なんですけどもです、ね、名前の通りですね、えー、仮想化技術のエキスパート集団として日々活動を行っております,です、ねまあ。仮想化技術自体ですね、だいぶあの世の中に広まってきたんですけども、それらをです、ね、活用するという意味で、一つ我々は、えー、通信系のところとです、ね、密接にです、ねまあ、いわゆる 5G とか 6G とか、 えありますけど、そういったものをどう活用するかっていうインフラサービスの研究開発をしています。あと、今日のテーマである、えー、こういったインフラ上でいろんなアプリケーション、サービス開発していくためのデブオプス、これを支援していくというと。あと、この前のセッションにちょっとお話ししたんですけども、こういった基盤の中でより大容量化していくデータをどのように高速にデータ分析するかというような基盤として、爆速 DB というようなんですね。より広い え、システムのところにですね、関わるようなことをやっております。で今日テーマにしているですね、この DevOps なんですけども、簡単 DevOps という名前でですね、我々の方から支援サービスを提供しています。ですね。一つはやっぱり DevOps 実現するためにはですね、いろんなツールを 使うわけなんですけども、こういったツールですね、のご提供と、もう一つが、これどうやって活用したらいいのどういうふうに進めたらいいのってことを、えー、するための、いわゆるプラクティス、まあ、ノウハウの部分ですね。まあ、こういったものをご提供してですね、あの、やっぱり結構です。我々自身もそうなんですけども、試行錯誤、学習、 のプロセスが結構大変なんですよね。このあたりを我々が一気に提供することでですね、プロジェクトの最初からデブオプスな開発ができるように支援するというようなサービスになっています。はい、で、まあ、これ、あの商用のサービスなんですけども、我々の持っているノウハウはですね、どんどん出さないと我々ができるというところもわからないと思いますので、例えばその技術ブログですね、ということでですね、やっていたりとかですね。 あるいは勉強会ですね。これ来週の水曜日にですね、えー、いわゆる、C、継続的インテグレーション CI ですね。これを始めるためのということで、えー、セミナーですね。やったりとか。はい、あと私自身が、えー、プロジェクトのお悩みに答えるというですね、えー、お悩み相談みたいなことをやったりとか、はい。情報発信を頑張ってやっているという感じです、はい。よかったらぜひご覧いただければと思います。さて。 えー、今日のアジェンダなんですけどもですね、えー、まず開発運用の現場の課題とデブオプスの関係についてお話ししたいと思います。はい。そしてデブオプスをですね、支える技術ってどんなものがあるのというところから、じゃあ実際に実践するためにはどうしたらいいのかということ。そして、えっと、再度、えー、詳しくですね、我々の持っている簡単デブオプスのご紹介をさせていただきたいなというふうに思っています。 ただまあ、簡単 DevOps のサービスですね、なんかものすごく特殊というわけではなくてですね、まあ、オーソドックスに DevOps やるためには、こういうことをやらないといけないんだよというような内容になっていると思いますのでですね、ただ単純に宣伝というよりも、実践の仕方の一例ということで聞いていただけると嬉しいです。 じゃあ、実際にですね、開発運用の課題、デブオプスということでですね。まあ、我々、あの、ずっとですね、インフラ屋さんとしてこうやってきたわけなんですけども、世の中がですね、だいぶ変わってきた中で、えっと、インフラ屋さんがですね、どうやってユーザーに貢献すべきかって考えたんですね。その中で、こんなふうにした方がいいのかなというのの一つが、デブオプスという答えだったということでお話ししたいと思います。 で我々も含めてですね、やっぱりこう世の中なべて見たときの開発運用の課題ってどの辺にあるかというと、やっぱり開発チームと運用チームってやっぱ分離されちゃってるんですよね。まあ、いわゆるあのウォーターフォール型でアプリケーションが上流の方で開発されて運用チームは下流にいてそれを受け取って運用するみたいなやり方。まあ、縦割りというかですね、開発と運用っていうこう、上下にこう横にですねこう、なんか見えない。 壁みたいいいなのがあっててですね、動いていると。でかつこう、だからプロジェクトごとにもバラバラなわけですよね。まあ、あ我々インフラは結構共通になっているので、あの意外とあの横断的に見えているんですけど、開発チームは、まあ、それぞれの,なんていうかあのスタートの時からですいろいろと違ってたり、その経緯とかいろいろあって、ですね、いろんなチームがあったとしても、他が何やってるかよく分からないんですよね。 うん、で例えば、いいやり方をしているというプロジェクトがあっても、そういったノウハウみたいなのは、えー、ベストプラクティスで共有されていなかったりとかです、ね、だから大きな一つのプロジェクトの中でも複数に分かれてたりすると、やっぱりそれぞれなんかバラバラだったりとか、いうことで大きくなればなるほど、こういう,こう分断みたいなのが起きると思うんですね。 で、まあ、ありがちですけど、ソースコード管理とか、リリースとか、なんかそういった面も含めて、結構バラバラになっちゃっていると。すごくあるのが、あ最新版どれですかみたいなところもあったりとか、ですね。とか、昔のやつはもう全然誰も触ってないからよくわかんないですっていうふうになったりとか、いうことっていうのはよくあるかと思います。はい。で、まあ、そもそもですね、こう、開発と運用って質的な違いが大きいんですよね。開発ってやっぱり変化なんですよね。新しい機能どんどん追加していくとか、 なんかバグがあったら直すみたいな、はい。運用の方はできるだけ安定している。から例えば使っているミドルエェアとかになんかバグがあるとかがわかっても、えー、とりあえず今動いているからあんまり触りたくないな。バグフィックスを積極的に取り入れたいって思わないことがあって。まあそれが原因で、と先日もとある航空機の会社さん、航空会社さんがあのシステムドーンって止めたり、なんだりありましたけども、ですね。いうような。 ただ、やっぱりこのスタンスですね、違いっていうのを許容してしまうと、最終的な利用者のニーズに応えられないっていうのがやっぱあります。なので、こういった変化ですね、やっぱりどちらかというと安定よりは変化。ただ、変化の中にも安定を要求するってことになると思うんですけども、そういったものをですね、組織改革していく、文化を変えていくってことと、うまくツールを使ってですね、これらのリスクっていうのを低減させていくってことが重要になってくるのかなと思います。 ですねでまあ、いろんなアプローチ、あとその中での考え方があるんですけど、一つあるのがやっぱりデブオプスということになんですね、はい。開発と運用が密に連携して協力し合う開発手法のことをデブオプスというふうに言います。はいですね で、まあ、デブオプスを支援するための技術とか、えっ、ー、と、ツールとかがありますから、えっ、ー、と、そういったものを積極的に利用していきましょうというアプローチですね。あの、ツールを使えばデ v オプスなのかっていうとそうでもないんですけども、やっぱりデ v オプス的なやり方するときには、いろんなツール活用するっていうのが重要になってくるので、あのこのあたりはあんまり、えー、うるさいことは私は、えー、と言わないようにしています。まあ、ツール使ったらデ v オプスっていうことでも私はいいんじゃないのかなと思ってますですね。 開発の方は新しい機能を安心してリリースできる状況を作りましょうと。で運用の方は新しい機能を安心して受け入れられる状態にしていくと。でちゃんとシステムを回していくことができるよと。で新しい何か変化が必要になったときに前向きになって一緒に進みやすくしていくってことが大事だよねということですよね。デ o p プス実践していくと、PDCA のサイクルがすごく早くしていくことができると。このあたりをやっぱ期待するところが多いわけですよね。 あの実際にユーザーがいるようなあのシステムの場合、昔みたいにリリース3ヶ月後、半年後ですっていうのは、やっぱ休養されなくなってきて、今すぐ欲しいというような感じになりつつあるわけですよね。このあたりのニーズにうまく応えていくために、いや、PDCA のサイクルをできるだけ早く回す、1週間とか2週間の単位ぐらいで回していくってことが要求されるようになってきて、ここからの派生形で、一つやっぱアジャイル開発ということになるかと思います。 ですね、ユーザーのニーズに迅速に応えるということですよね。でそれを実現することで、まあ、システムの価値が高まって、ビジネスへつなげていくことができるよということですよね。はいまあ、実際、えー、おとといお昼ご飯をちょっとです、ね、オフィスのそばのところで食べたら、隣のテーブルからアジャイルがとかいうふうな声が聞こえてきたりとかです、ね、やっぱりアジャイルなやり方をしていきたいというニーズはものすごく高まっているなというふうに感じます。 PDCA ですね。プラン、ドゥ、チェック、アクトのこのサイクルみたいなものっていうのを加速させることっていうのがすごく大事で、その一つの手法がデブオプスだと思っていただくといいかと思います。デブオプスですね。まあ、現場にとってもメリットあるだけでなく、ノンビジネスなんですね。あ、じゃあですね。ノンテクニカルなですね。例えば、今どれぐらい加圧できているのかとかですね。クオリティがみたいなことっていうのを結構ですね。 現場の肌感覚でしか語られなかったりするようなところがありますけども、チケット駆動開発とかテスト駆動開発みたいな考え方を取り入れていくことによって、ある程度可視化できるようになっていったりとか、あと、可視手法の標準化を図っていくことができると。今までの、やっぱり自己流で可視する。 まあもちろんだからベテランの人の経験とかその人の流儀みたいなのって重要といえば重要なんですけども、えー、俗人性が高くなりすぎると、やっぱ規模の大きくなったシステム開発には耐えられないという課題が出てきます。そういう意味では、やはり、あの、組織の中での開発費用の標準化ってことを、えー、したいというのは、すごくニーズが高いわけですね。これによって、むしろ、ある特定の人の人的な、えー、スキル、ノウハウに依存するのではなくって、全体的に 加圧が、えっと、効率よくできるようになることによって、の生産性の向上を図りたいというようなニーズってものすごくあるわけなんですよね。はい、こういった非技術的な観点からの、えー、納得感みたいなものっていうのもないとなかなか、えー、今後のアプリケーション開発っていうのは進めていくのが難しくなるだろうなということになるかと思います。そういうい点でも デボオプス的なやり方というのを、開発プロジェクトに取り入れていくってことは、すごく重要になってきているということが言えるかと思います。さて、デボオプスを支える技術ということで、インフラから考える開発チームのサポートってどういうことなのということをお話ししていきたいと思います。 デブオプスを支える要素とか技術っていうのはどういったものがあるかなということで、えー、三つほど挙げました。一つはやっぱり自動化。ですね。テストの自動化だったり、インフラ構築とか、えー、ビルド等々の自動化ですね。で、このあたりのところが結構大きく出てきて、この効率化ということで、継続的なインテグレーション CI とか、継続的デリバリー CD みたいなものっていうのが必要だねっていう世界に入ってきたと。ですね。 あとは、えっ、ー、と、チーム開発ですね。まあ、これちょっと無理やり共有化っていう風につけちゃいましたけどもですね。例えば、えー、インフラとかですね。えっ、ー、と、そういったものもバージョン管理してですね。で、チームで開発するときに、あの、例えば、えっ、ー、と、開発環境もう一個欲しいんだけど、パッて言われたら、じゃあすぐ準備しますね、とかですね。なんでこれこの設定になっているんだっけみたいなものがですね。やっぱり DevOps で 開発と運用が一体化してますんで、アプリケーション側の要求によって、インフラ側の何か変更しなきゃいけないとかいったときにですね、どういった設定をしたのか、なんでこうなっているのかが分からないというのは困りますんで,です、ね、そういったものも含めて一元管理していきたいというようなニーズがあったりとかですね、あとはチケット駆動開発ってさっきもちらっと出しましたけども、タスクの明確化をしていったりとかですね、まあ、鉄則駆動開発だったりとか、いろんな要素が えーまあ、逆に言うと今、皆さんがやりたいと思うようなものっていうのは、大体デ v o プスの文脈の中に含まれるものが多いなというのが、と私が感じているところであります。で、あの、ISC って話しましたけども、まあ、我々インフラ屋さんなんでね、やっぱり、 この辺りからちょっと話入りたいと思うんですけども、やっぱり手順書を作ってですね、で、パラメータシートを作って、それを使って手作業でやるっていうようなことが多かったわけですよね。で、すごく手間かかりますし、設定ミスなどが起きるので、自動化ツールを使いましょうというふうにちょっとずつ変わっていっているとですね、まあ、例えばアンシブルみたいなツールとか、えー、うちだとやっぱり今、テラフォームとか使うことが多いんですけども、まあそういったものを使ってですね、 構築を自動化するっていうのが、まあ、ごく当たり前になってきているということになります。まあ、あの、一回しかやらないことっていうのを、なんでわざわざ自動化するのっていうんですけど、一回しかやらないかどうかっていうのは、その時点ではやっぱり分かんないんですよね。後でやっぱり何回も実行してほしいってことに、えー、なりやすいですし、ですね。はい。あとやっぱり、あの、設計書を細かく、事細かに書いたりするっていうのって、結局、それメンテナンス。 えっと、されなくながちなくるんですよねそれよりは、えっとまあ、もちろん設計書も必要ではあるんですけども、最終的なコードを見ればどうだったかっていうのがはっきりするっていうようなですね、はい、いうことがあったりとか、何、えー、かあった時にですね、再構築できますみたいなところとかですね。まあ、自動化することのメリットっていうのが多いので、えー、我々のやり方では、もう IAC で自動化するっていうのはごくごく当たり前になりつつあるよということになります。 あと、そこからの発展系でですね、アプリケーションの開発コードなんかをですね、えっ、ー、と、ビルドしたりとか、えー、簡単なテストをしたりとかいうことっていうのに、昔だとやっぱり手作業で、えー、やってたわけなんですよね。私もカ発シャーだったことがありますけども、えっ、ー、と、Java のコードを JavaC にかけてコード、えー、できたファイルをサーバーに置いて Web アプリケーションなのでテスト実行するみたいな手作業でですね、やったりとかしてたわけなんですけども、まあ、頻度がね、 それほど多くないんで、まあ、しょうがないのかなとは思いつつも、まあ、えー、この回数がなんか多くなってきたりとかしたらですね、やっぱりその、あの各開発者が全部やってたりするんだとすると、ものすごく無駄が多いなというふうに、やっぱり思います。 こういったものをです、ね、自動化するというのが今、徐々に当たり前でも、プロジェクトの最初からです、ね、CI を使ってソースコードを書いて、例えば GitHub のリポジトリにコミットしたら CI が走って、アプリケーションが実行できるようになるみたいなことですね。こういうのをやっぱりやるというのがパターンとしては多いかな 我々よく使っている CI ツールとしては、まあ、サークル CI だったり、えー、来週水曜日に勉強会やりますけども、GitHub Actions なんかを使って、えー、CI を構築したりすることが多くなっています。はい。で、これを発展させたのが、まあ、継続的なデリバリーということですね、えー。D はデプロイとかですね、デリバリーというような言い方をしたりしますけどもですね。まあ、例えば、あの、アプリケーションであれば、サーバーの え上にですね、載せて動くようにしたりとか、あとまあコンテナに組み込んでですね、のコンテナイメージを作って、そのコンテナをえ実際にインスタンスとして動かすみたいなやり方とか、まあ、デプロイの仕方もいろいろとあるわけなんですけどもです、ね、今だとやっぱりコンテナを使ってアプリケーションを動かしたりすることが多いので、まあ、Kubernetes のですね、 連携してアプリケーションが実行可能な状態にまで持っていくことを自動化したりっていうのは結構普通になってきてるとか。あとはテスト環境とか本番環境ですね。えー、例えばテスト環境で動かして大丈夫ってなったらポチってやると今度本番環境にもそれが適用されるとか。いうことをいちいち手順書見ながら手作業でやるのではなくて、えー、じゃあデプロイします。ポチ。はい、できました。みたいな感じでですね。 これができると、もうインフラ、えー、アプリケーションですね。で結合テストでですね。あのウィーザーのブラウザーも、えー、例えば自動化ツール使ったテストを、えー、するようにしてですね。コードから最終的な、えー、と結合テストまで全部自動化するみたいなと夢のようなこともですね。やろうと思えばできるよということになります。 で、これらのことをやるときに重要になってくるのが、やっぱり Git をうまく活用するということで、やっぱり今、あの Git 使っていろいろと管理すると、ですね。まあソースコードですね。えー、やる。あと、プルリクの機能を使ってレビューを可視化したりとかですね。まあもちろん CI ツール連携お話ししてきました。あと、 IAC、インフラのところの自動化という意味では、Git に設定ファイルを置いたら、それに従って、インフラを構築してくれるような GitOps みたいなものですね。はい。あと、当然、チケット管理ツールとか、チャットツールとかと連携してですね、ソースコード、こんな感じになってますよとか、こんなコミットしたんでレビューしてくださいっていうコミュニケーションとか、進捗をチケット管理したりとかいうのも含めてですね、 ヒットが結構中心になっているというような感じに今はなってきてたと思います。はい。まあ実際、あのソースコードの管理ですね。こんな感じでバージョン管理しながらですね。開発はここでこう細かくやって、いい感じでリリース準備できたら、じゃあちょっと、えー、メインのブランチに適用してみたいなやり方をするのがごく当たり前になりつつあるかなと思います。まあこんなに細かくやらないでもね、いいようなあの規模感の あのものもあるんですけど、まあたい、えー、メインブランチと加圧用のブランチの2つぐらいを用意するっていうのは最近は普通になってきてるのかなと思います。まあ、男らしくメインブランチ一本化でもいいんですけどね、それでもこんな感じであのリリースのタイミングですね、タグ打ちして、えーと、経緯を、経緯を全部記録しておいてくれますんで、従来のファイルサーバーでなんか日付をベースにしたソースコードの管理なんかをするよりは、 えー、Git を使った管理をするっていうのが、ごく当たり前になってきてるかなと思います、はい。で、これと連動して書き、書いたソースコードを、やっぱり、えー、テストするところですね。まあ、あの、人力で今はやっているみたいなところですね。これをやっぱり自動化したいというのも、えー、結構ニーズとしては高くなってきてる。ただ、ここですね。やっぱり、こう、なんていうか。 難しい領域。我々も、こう、格たある形でテストの自動化バリバリやってますよって、まだ言えるところではないんで、日々、えー、いろいろ研究したりしています。やっぱりですね、あのー、短時間でも、あのー、勝手にテストしてくれるっていうのは、すごく楽ですし、えっ、ー、と、手動で総当たりテストとかって、やっぱやりたくないよねと、間違い、テスト自体に間違いがあったら、やっぱ難しいですよね。はい。あと、負荷をかけるテストとかですね。 で、まあ、うまくリソースとか有効活用すればいいんじゃないってですね。一時的になんかね、クラウドでわーっとテストしたりするってこともできますしですね。はい、で、まあ、結局、テストをすればするほど品質上がるっていうのは絶対的に言えるわけではないんですけども、やっぱり間違いがないようにしていく、独人性を排除するみたいなのっていうのはすごく大事だなと思います。 だから、なかなかテスト自動化って難しさがあるんですけども、じっくりとテストを取り組むことによってですね、得られる大きなメリットみたいなものですね。はい。だから、デメリットとしてやっぱ初期コストが高いってことですね。だから、なかなかメリットがあ,のあるねっていうのにたどり着くまでに少し時間がかかったりするんですよね。はい。で、あの、当初、こんな感じだろうと思って、テストしてたんですけど、後々要求される仕様で、 アプリケーションそのものがガラッと変わったりすると、テストコードの場合によっては全部捨てないといけなくなったりするので、再利用可能な状態のテストをどう作るのかとか、えっと、アプリケーションのアーキテクチャそのものですね、例えば見た目が変わるとしても、えっと、きちんと API という形にしておいて、えー、コアの部分ですね、ロジックの部分はあのそのままあの使えるようにしておくみたいなことっていうのがすごく重要なのかなと思います。はいただ やっぱりですね、テストをするためのコードってやっぱり自分で書かないといけないわけですよ、テストパターンとか。だから、書いてある以上のテストはしてくれないので、テストケースがあのちゃんとカバーされているかとか、正しいテストコードを書いてなければ、えー、テスト自動化したとしても、それはテストではなくなってしまいますので、このあたり、すごく難しいところかなと思います。なので、いろんなテストがあるんですけども、静的テストですね、なんかツールを使って、 でこうなんかやってくれるとか、単体テストとかもまあ簡単な、まあ、とりあえずちゃんと動いてるよねっていうレベルまで。あとやっぱりテストツールがある程度自動的にやってくれるみたいな。えっと、それこそ今だと AI でテストケースを自動生成するみたいな話とかもありますけども、できるだけ人的依存度を排除したいっていうニーズはすごく感じますと。で、だんだん そもそもこのアプリケーションって何なんだったっけっていうのを機械化するってすごく難しいので統合テスト、結合テスト、エンドトエンドテストといろんな言い方ありますけども最終的なアプリケーションシステムがちゃんと動いているよねと場合によっては複数の機能にまたがってですね、まあ、今だとまあ場合によっては外部の SARS とかをえ使っているようなケースとかも当然あると思うんですよね。 そういったものがちゃんと働いているかどうかみたいなことを、えー、と自動テストすれ,ればできればベストなんですけど、このあたりはまあどうしても手作業になりやすいところをどう解決していくのかっていうのが今後の大きな課題かなと思います。はい、で、最後ですね。まあいろんなあのデブオプス、あとまあ今日はあのアジャイルな話であんまり入ってないんですけども、まあ、そういったことをやっていくことによって一つ標準化していきましょう。とですね。 いうのが、えー、ファーストゴールになっていくと思うんですよね。で、やっぱりプロジェクトごとの個別さがなくなっていくことで、俗人性が軽減されていくっていうことは、最終的にはスキルとかノウハウを持っている人の負担が下がるっていう意味では、実はメリットになってくると思うんですね。あとは やり方がある程度標準化されて、個別の差がプロジェクトごとになくなっていくので、他のチームってどうなってるのかなとか、マネージャーが、えっと、今うちの状況ってどうなってるのかなみたいなことを、えー、状況を把握するときにですね、プロジェクト固有の課題っていうのを極力少なくしていくってこと、すごく重要になっていくわけですよね。このあたりをやっていくためにも、あまり標準から外れたことを、えー、まあ、 やってはいけないってなっちゃうとあれなんですよね。だから、あのいいと思われる行動っていうのは、どんどんやっていくべきだし、えー、逆にそれをどんどん標準に取り入れていくあの活動っていうのはあの出てくると思うんですけども、あまりこう、なんていうか、重いもの、他のプロジェクトが真似できなくって、本当に大きなメリットになるのかっていうのがむず分かりにくいものに関しては、えー、場合によってはちょっと取り入れるときによく考えないといけないのかなというふうに思います。 どうしてもですね、なんか、あの、場合によっては古いやり方にどんどん戻っていっちゃったりとか、えー、新しすぎるやり方になっていっちゃったりっていうのでですね、ちょっと全体的なさじ加減っていうのが難しくなるところも、えー、多々出てくると思いますですね。こういったところをやっぱり、えー、バランスを取るのがやっぱマネージャーの腕の見せどころなのかなと思います。で、目的としてはやっぱりフットワークが軽くなるっていうことですよね。 まあそのアジャイルなところにもつながっていくんですけどもです、ね、すでにある開発のパターンだったりとか、システムのアーキテクチャーだったりとか、そういったものをモデルとかテンプレートっていう形にしてですね、できるだけです、ね、あの活用できるようにしてですね、新しい案件が出てきたときに、なんかどうしてもやっぱ腰が重くなりがちですね、えー、なところをできるだけ 素早くくく立ち上げができるようななな状態にしていくっていいっこととはすすごく大事なのかなと思いますです、ね、あのやっぱり保守的になるのって分かるんですよねあの。やり方がやっぱりこう、なんか重量級でですね、やっぱりちょっとあの手順もまた一から作り直しか、みたいな、それに比べると、うん、なんか既存のやつをちょっと直すだけで結構いけちゃうんじゃないですか、みたいなところがあると、パッと新しいプロジェクトをですね、始めることできるっていう、この大きな差をですね、 どう埋めていくのかってことはすごく大事なポイント。まあ埋めるというよりも、もう完全に変える感じですよね。乗り換える。そこのところに取り組んでいけるかどうかってことがものすごく重要なポイントになっていきそうな気がします。まあちょっとたまに図を入れないといけないんで。まあ CICD ですね。はい。まあ書いて、テストして、ビルドして、またテストして、で、インフラの部分。 用意してデプロイメントするみたいな、この一般的なアプリケーションの開発プロセスですね、に関してはこんな感じでやっていきましょうということになります。で、本番運用も見据えてですね、えっと、いろいろとやっていくっていう観点まで含めると、デブオプスというふうに言っていいのかなと思います。 さらに、まあ、いくつか派生形としてですね、例えばデブセクオプスみたいなのがあります,です、ね。まあ、広い意味で言うと、システムの開発とか運用のプロセス全体でセキュリティを考慮する仕組み、取り組みということで。ただ、これだとちょっとふわっとしてますよね。だからもう少し狭い意味で言うと、CICD のですね、この開発からリリースぐらいまでのサイクルの中にセキュリティ対策を織り込むというやり方ですね。 どこにポイントが来るかというと、1つはセキュリティ観点でのテストの自動化ですね。あとは、そのセキュリティ的な課題が出てきたときに、それを対応するための迅速なリリースができるということですね。なので、えっと、セキュリティ言わなくても、一応デブオプス的な文脈ではあってるんですけども、そこにセキュリティを考慮したやり方も、えー、入れてあげることで、デブセコプスになるよということですかね。だから、アプローチとしては、 えまあもちろん、この広い意味でセキュリティ当然考えますから、デブオープスの中でですね、やっていくときに、ポイントポイントではセキュリティを考えつつも、なかなかセキュリティの話までしていると先進まないよってケースあると思うんですよね。なので、まずはちっちゃく開発をスタートさせてから、 セキュリティについても考慮を入れていくっていうやり方なのか、それだとね、なんか後々あの手戻りが発生しそうで怖いねっていうことであれば、もう最初からセキュリティを考慮した、えー、形でデボオプスをやっていくと。だから例えば、セキュリティを考慮したテストツールとかを導入をもう最初からするみたいなやり方ですかね。はい、まあ、これもやっぱあの決まったやり方がない。 というのは確かなんですけども、まあ、ツールなんかはやっぱうまく使うことによって、えー、半歩前進みたいなところがありますんで、えー、今後、デブセコープスの文脈でさまざまなツールというのが世の中にあの広まってくると思いますけども、そういったものの活用も考えていただくといいんじゃないかと思います。いろいろと話してきましたけども、具体的にはですね、例えば我々がサービスするときにですね、会社の人に対して、 VS コードを使って、えー、GitHub にですね、ソースコードを置いてもらって、えー、ここからソースコードですね、ビルドしたやつをコンテナ上でですね、動かすために、c、まあ、ーサ c l CI みたいな CI ツールを使って、で、だいたい今の CI ツールって CD までサポートしていることが多いんで、CI、まあ、CD ツールなんですけども、コンテナを作って、コンテナをデプロイして、えー、Kubernetes 上でアプリが動いているみたいな。 で、こスラックとかレッドマインとかそういったものと連動するような仕掛けを作りますよというやり方ですね。まあ、こんなのを大体提供させていただいて、会社の人がソースコードを書くのに専念できるというようなやり方。これをしていくということになります。はい、さて、えー、実践的なお話にちょっと行きたいと思いますけども、じゃあ、デブオプスを実践するためにどうしたらいいのかとですけど、まあ、なかなかですね、 あの何度か言ってる通り、ツール活用するっていうところが主眼になりがちなんですけども、やりたいことっていうのは、まあ、ツールを使うことではなくって、あくまでも開発を、こう、なんていうかあの、効率よくしていく、いい感じで開発していくってところですよね。はい、ただ、やっぱりですね、ここのところって、そうは言っても、デ v オプスのためのツールっていうのを入れること自体が、結構改善にあの直結してたりもするので、えー、あえてあの、そこは割り切ってですね、 手段を目的にしてももいいいのかなとも思います,です、ねはい、むしろあの大きな課題になるのがやっぱ今までのやり方とは違うっていうところってすごく出てくるんですよね。でこれはもう文化って言ってくる空気感ぐらいの違いが出てくるわけですよね。で新しいやり方したいねってなると、まあ、それこそあのマネージャーもあの逆に言うと自分がマネージしきれないっていうふうに判断しかねなくて。 で、そう、新しいやり方ができない。あと、ま、あ現場の、えー、ベテラン勢とかですね。あの、ま、あ若手でもやっぱり自分の経験が活かせなくなる、新しいことをやろうとすると、また勉強か、みたいな、うまく対応できるかな、って、やっぱりなるわけですよね。このあたりはやっぱり、もう、デブセコ、デブオプスとかデブセコオプスをやるよってことをトップダウンに近い形でですね。でも、スピード感、えー、 を持って、いついつまでにこれをやるのだっていうふうに決めていくぐらいの、まあ、本当、改革ですよね。まあ、こういったものをやる必要があるなというのはすごく感じます。はい、とは言っても、なんかやっぱこれ、ちょっと抽象的なので、やっぱりツール入れていくと。で、一つやっぱ CI ツール。で、このあたりは、意外とあの今、CI ツール使うっていうのはあの当たり前になりつつはあるので、まあ、たしなみとして。 CI ツールの使い方っていうのは理解しておく。まあ、あ CD ですね。インフラとの連携みたいなところまで、えっと、自動化できるように、えー、理解を進めていく必要があるのかなと思います。はい、あとはまあスラック使ってですね、やり取りをする。やっぱりですね、あの僕もいろんな案件見ますけども、あのコミュニケーションが希薄なチームって、やっぱちょっと保守的なんだろうなあと。あのなんか、 雑談するのが許されない。あの、すっごくなんか時間単位でも交数管理されていて、こう、なんか真面目な、あの、くだらない話とかしちゃいけない雰囲気みたいな。あの、以前みたいになんか現場にね、全員集まって開発しているとかだったら、ちょっと休憩の時に雑談みたいなあったりするんですけど、なんか基本こう、すっごい静かにやってるみたいな。ただそれってちょっとなんか、どうなんだろうな、なんか、 変になんかやっぱ相関関係あるんですよね。むしろなんか、あの、スキルの,あの高い人って、なんかどんどん進めるし、あの、だからいろんな情報収集しているから、くだらない情報ももちろん入ってくるから、あの、ずつが多くなるみたいな。ただやっぱり問題になった時に一人で抱え込んじゃって、 でですね、なんか出てこないみたいなことってなくって、今これで困ってるみたいなことを、こうなんか雑談ベースでつぶやいて、あ、それこうじゃねえみたいなことを、お互いが起きない合うみたいなことが起きてくるわけなんですよね。なので、やっぱり雑談ってすごく大事だよな、と思います。ですね。あと、やっぱりチケットベースとかで開発をしていくっていうところですよね。やっぱりこのあたりもすごく重要になってきていて、ですね。あの管理していって。 ただですね、やっぱりあの、チケット、僕もあんまり <laughs> チケット得意じゃないですね、やっぱ現場で見ててね。結構細かく細かくチケット発行されると、それ全部見ていかないといけなくなるので、うんただ、スラックとかであの会話ベースでやり取りしていると、どうしても流れていってしまって、なんかよくわかんなくなっちゃったりすることも多いわけですよね。あと、プロジェクト全体の進捗状況わかんなくなったりとかすると。 だから、チャットオプスなんかと連動させるってところは当然あるとは思うんですけども、うまくあのチケットをどういうふうに活用するのかって、これはもうあの各プロジェクトによって本当に千差万別になってしまう部分だと思うんですけども、うまく、えー、チケットを使ってですねあの、やっていくってことも大事なんだよな。このバランスがすごく、えー、難しいですし、肝なんだろうなというふうに感じます。はい、あと、まあ、自動化。 のところで,です、ね、結構アンシブルとか、えっと、使ってやったらいいんじゃないでしょうか。で、うちはまあさっき言った通りえっり、と、テラフォーム使うケースが増えてきましたけども、まあ、このあたりをぜひやってみていただくといいんじゃないかと思います。さて、残りの時間でですね、あのサービスのご紹介というよりも、あのより具体的な案件の始め方ぐらいのつもりで聞いていただければと思うんですけども。 簡単デボブフスですね、まあ。ツールとプラクティス、まあ、要するにあのいろんなツールですね。どんなツールを使うべきなのか、でそれを使って何を行うべきかみたいなところですね。はい、でこの、なんとなくその経験値的なノウハウみたいなものをです、ね、ツールに関してはまあご相談しながらですね、えっと、環境のセットアップ、こちらでやります。でその使い方も,もうマニュアルがあの我々の あの方で作ったものありますんで、こういうふうにやっていただければ大丈夫ですよっていうものですね。はい。ご提供して。で、開発者の人は、まあ、それに従ってやれば、え私にもできたと。まあ、レシピ集みたいなね、感じでですね。で、まあ、もちろん素朴な疑問からですね、より突っ込んだご要望とか出てきたら、そこをサポートするっていう形で、えー、開発環境のですね、構築から運用までをサポートしていきますよということですね。 であのなんでこんな構築から運用の支援サービスをやれるのかってことですけど、まあえっと、世の中的な IT の支援サービスと全くスキームとしては同じなんですけども、やっぱり我々いろんなプロジェクトに関わったり、ですねあ,のあと世間的な情報も含めていろいろとノウハウを蓄積したわけなんですけど、これをあの自分たちだけで持っているのってやっぱりもったいないわけですよね。だかから基盤の設計とか運用みたいなノウハウハ 特にこの部分ですね、汎用化して提供して、プラス、加圧チームの中でお困りごとみたいなことを、かなりの部分ですね、この基盤側からサポートしてあげること、特にあのいろんな CI とかのツールとかって結局、 あの、面倒誰が見るのっていうふうになりがちなんですけども、えっと、結構宙に浮いちゃうんですよね。で、開発者の人が、えー、見るっていうやり方ももちろんあるんですけども、なかなかそうすると、あの、開発そのものに集中できないみたいなあことになってしまうと。そこで我々としては、えっ、ー、と、そういう CICD とかインフラの部分は、我々が持っているノウハウを使ってさっさと終わらせてしまって、開発者の人は、 えっと本来、開発するべき、開発に集中するっていうような、モダンな開発組織に変わっていくべきでしょうというのが、我々の答えということになります。であの、プロジェクトの中にそういう人が1人いる必要ないんですよね。もう0.23ぐらいしかいらなくって、そういったところを、なんか我々と、あとまあ一応担当を決めていただいて、その方に、えっと、場合によっては作業していただく必要が出てくるわけなんですけど、一緒にやることで、えー、本来的な開発に集中しましょうということになります。 やっぱりデボ o プスですね、各社の人自身がデ v オプス全体について知識を収集し習得したりですね、ツールの使い方をいろいろ追求したりってことは現実的に難しいわけですよ。それよりやっぱりフレームワークどうやって作ったらいい使ったらいいかとか、どんなアプリを作ったらいいのかって考えたりとかっていうところがやっぱりいきたいですね。なので DevOps について お教えします。ツールの使い方もお教えします。カーツタスクの部分も我々が作ったものを使ってみてください。ですね。デブオプス環境っていろんなものを組み合わせますけど、そこの組み合わせ検証、場合によってはバージョンアップとか。 まあそういった運用に近いところまで我々が検証しているから、その情報をご提供しますよと、ですねあの。無駄な失敗の回避ってものすごく重要で、えー、やっぱり先人がやっぱりちゃんとですね、やって、このルートで行けますよってところを通っていただくことで、加圧プロジェクトが非常にスムーズにですね、あのアプリケーションの開発に集中できる状況を作るとですね。 なので、まあ、我々がですね、このノウハウ、ツールセットとプラクティスを提供するので、お客様の方でデブオプス環境を当然持つことになると思います。ですね。で、開発者の人たちに対して、手順書、解説書、場合によっては、講義する場合もあると思いますけども、そういったプラクティスを、いわゆるスキルトランスファーをする機会を作っていきましょうというのが、えっと、我々のアプローチということになります。はい、まあ、こういうですね、 CI/CD 環境とかって誰が作っても大体同じになったりするわけですよ。だからここの部分をどういう組み合わせにしようかなみたいなのを悩む必要はなくて、まあ、多少お好みがあれば、あとまあプロジェクトの予算的な都合とかもあったりするわけなんですけども、そのあたりを多少お聞きしながらですね、じゃあこんな感じの環境ですねってことで、パッとこのインフラの構築から運用のところまでですね、開発プロセスまで含めた運用までですね。 我々がサポートしますよということで、えー、簡単に始めてくださいということになります。はいまあ、実際、えーとまあ、ご契約いただいてからですね、環境構築に2、3週間ぐらいですね、手を渡ししてですね、その後、大体3ヶ月ぐらいでプロジェクトとして立ち上げということになりますので、基本契約4ヶ月ぐらいで、えー、切ってます。でその後、えー、運用サポートとかが本当に必要か。ね えー、通常契約期間延長していただいてもいいですし、えー、4ヶ月でもあと自分たちでできるからいいですよっていうふうにしていただいても構わんというスタイルをとってます。はい、で、実際、こんな感じでですね、まあ、ヒアリングさせていただいて、えーまあ、一部ですね、あのお客様の方でドメイン取得したりとか、クラウドサービスのアカウント作成とか、まあ、なんかクレジットカードで何かとか、そういう支払いの関係もあるので、えー、お客様の方でやっていただいて、 えーまあ、記入していただいてですね、まあ、それに基づいて、まあ、我々の方で、えー、この作ったアカウントに対して、えー、いろいろと作業を行って、環境ができたと。c i c b も回るようになりましたと、じゃあコード書いて、えー、もうすぐに開発始めていいですよというところまで、まあ、2週間ぐらいでやりましょう。費用もですね、初期費用50万円ですね、開発とか、あの環境を作ったりとかするところですね。あと月額のサポート費用20万円。 という、まあ、格安でご提供しているということになります,です、ねはいあの。環境引き渡しの翌月からの課金,あの課金になりますので、えー、3ヶ月分ですね。なので、50プラス20かける3で、えー、110万円ということになります,ですで。年間契約していただくこともできますけど、その場合には、えー、50プラス、えー、11ヶ月分なので、270万ということになります,ですね。ね あと、まあ、それ以外にもですね、他にいろいろやってほしいんだけどっていうところには、個別ご対応させていただくようなことができるということですね。はい。というわけで、まだですね、簡単デボオプスあの、リリース4月にしたばっかりでですね、これから広げていくぞっていう段階でございますけども、もし何か案件等でですね、サポート必要ということがありましたら、ぜひお声がけいただきたいなと思っています。 と資料的にはですね、仲間募集のお知らせとかありますけど、もう時間も近づいてますので,です、ね、えー、と資料を公開しておきますので、もしよければ、ただ、まああの、今ご紹介したデブオプスですね、特にやっぱりアジャイル開発とかスクラムな開発なんかにですね、えー、と興味がある方を募集しております,です、ね、ぜひ、えー、興味あるよという方いらっしゃったら、えー、ご連絡いただければ。 あと、この前のセッションでデータベースの話しましたけどもですね、データベース詳しいよって方いらっしゃったら、ぜひですね、こちら、リクルートアットバーチャルテック j p までご連絡いただければと思います、はい。というわけで、私のお話、少し時間余りましたね。珍しいですけど。はい、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。